第7学区に新しくできたこのランジェリーショップ、店舗も広いし品揃えもなかなかね。でも私には少しおとなしいデザインばかりね。あら、あんなところに見覚えのある方が。はあ、黒子が一緒だと口うるさいから一人で来て正解ね。あ、これかわいい。よし、この下に買おっと。あら、美坂さんじゃない？げ、食報、なんであんたがここに。私と会うたびにげっていうのやめてもらえない？自業自得でしょ。それで証拠にもなくまた何か聞きに来たわけ？いいえ、今日は本当に偶然よ。新しいランジェリーショップができたって聞いたから、どんな下着が売っているか見に来ただけよ。あら、美坂さん、今手に持ってる下着を買うの？ちょっと見せてくれないかしら。あんたに見せる必要ないでしょ。隠さなくたっていいじゃない。って美坂さん、後ろを見て。危ない。え、危ないなんて嘘よ。へえ、美坂さんってこういう下着が好みなのね。ちょっとあんたね、こんな古典的な手に引っかかるなんて、美坂さんの警戒力もまだまだね。それにしても子供っぽい下着を買うのね、美坂さんって。悪い？別に悪いなんて言ってないでしょ。あら、何よ、まだなんかあるの？いいえ、そういうわけではないんだけど、美坂さんの買おうとしてる下着だと私に合うサイズがないなって思っただけよ。そんな嘘。まあ、こんな子供っぽい下着じゃ私の包満力を包める大きさのはないのね。それに最近また大きくなってきたのよね。それで美坂さんはどう？最近大きくなっていたりするのかしら。余計なお世話だっつーの。こんなダニクが少し大きかったところで。ちょっと何をちまよってるの。私の胸をわしづかみにしないでくれる。うっせえ。ちょっとくらい人より脂肪が胸に集まってるからって調子に乗るな。何よこれ。手にかかる重量感、布越しでもわかる柔らかさ、まるで包み込まれるような。美坂さん、人を襲っておいて勝手に崩れ落ちないでくれるかしら。あのお客様。あら、何かしら。申し訳ございません。他のお客様のご迷惑にもなるので、そういった行為は控えていただけると。え、白昼堂々と女性同士で過激なスキンシップを。もしかしてあちらにいるのは美坂様と釈放様？あの二人はまさかそういう関係で。ちょっと何を誤解力を働かせて。よく見たら監視カメラまであるじゃないの。美坂さん、絶望力に浸ってる場合じゃないわ。周りから見られてるわよ。何よ、放っておいてよ。どうせ胸のない私なんて周りから見たら子供。周り？うげっ！もしかして今の惨状を見られてた？美坂さん、ここは協力してもらえないかしら。はあ、仕方ないわね。それじゃあシステムにハッキングして監視カメラの保存データを消去。メンタルアウトで周囲の人間から記憶を消去。あれ、私どの下着を見てたんだっけ。確か向こうのためにいたはずなんだけどな。あれは美坂様と食宝様。学校の外でお二人をお目にかかれるなんて幸運ですわね。お友達に自慢しましょう。あら、
私は一体何を。あ、お客様、もしかしてお呼びでしたか。いいえ、特に呼んでないわよ。そうでしたか、失礼いたしました。では何かご用がございましたらお呼びください。あんた、ちゃんと記憶は消したんでしょうね。もちろん消したわよ。綺麗さっぱりね。本当？変に改ざんして私の分だけ残したりしてない？そんなことしてないわよ。疑り深いわね。そういう美坂さんこそ、監視カメラのデータはちゃんと消したのよね。当たり前でしょ。あんたと仲良く乳繰り合ってたなんて思われたくないし、しっかり消してやったわよ。そう、それならいいのよ。ねえ、そうね、これでいいのよ。はあ、さっきまでのことはなかったことにして、普通に下着を選びましょうか。そうね。あ、このディスプレイされているのが最近の流行よ。